前藤本の格論。動画をご覧の皆さん、こんにちは。文章アドバイザーの藤本健一です。今日はですね、文章の書き方やスピーチの書き、原稿、そういったところに関わるお話をしていきます。今日のテーマはこちらです。スピーチやエッセイの万能テクニック、縦糸と横糸というお話をしていきます。まあこれ何かと言いますとですね、例えば年末年始であるとか、あるいは何かのパーティーであるとか、まあ何か急に喋んなきゃいけないことってありますよね。私も結構そういう依頼があることもあります。全然喋る気がないのに、なんか、この後一言言ってくださいみたいな。で、そういう時の一言をですね、急に言われたんで、ちょっといやいややるんですけど、みたいに始める人。まあ、こういうの最悪っすよね。もう聞く人は知らねえよ、みたいな感じで見てるわけですよね。でもそういう時にもとっさにできるスピーチのテクニックを知ってるかどうかで、うまくいったり、うまくいかなかったり、その人の株が上がったり下がったりするわけですよね。まあ、そういった時にも使えるテクニック。これあんまり多くの人に言いたくはない内容なんですけれども、お伝えします。それが何かというと、縦糸と横糸というお話なんですよね。これ何かというと、何かスピーチをするときに、何とかにとって大事なこと、縦糸は何とかです。で、何とかにとって大事なこと、横糸は何とかです。この縦糸と横糸が折り合わさったときに素晴らしい結果が出るんですよ。的なことを言うっていう。まあ論より証拠、まあ一回やってみましょうか。はい、何かというと、今日テーマでやるのがですね、まあ学校教諭を目指している人みたいなお話にしましょうか。まあ学校の先生を目指している人、まあ私はもともと学校で、学校の教諭を目指していて、まあ教育課程に、教職課程を受けていた時期がございます。まあ学校教員になりたいなって思いで、まあそういったところで勉強していたわけですよね。まあそういった時に、例えばありがたいお話があるわけですよ。学校教員として必要な心構え、一体何か。で、私がその時にもし自分に対して言うとしたらどういうことを言うかっていうテーマでやっていきます。まあ縦糸と横糸、どういったことを言っているかを考えながらぜひ聞いてみてくださいと。あ、皆さんこんにちは。学校教員。目指されている皆さんに、まあ、学校教員にとって大事なことをお話ししたいと思います。まあ、皆さんが着てらっしゃる服、まあ、それって布ですよね。まあ、布を織るには、まあ、縦糸と横糸があるわけですよね。で、実はですね、その縦糸がないと、まあ、服を作ることもできませんし、横糸がないと、やっぱり服を作ることもできないというわけですよね。縦糸と横糸が組み合わさって、初めて布ができて、布ができるから皆さんの服ができている。まあ、そういったことですよね。で、学校の教員を目指すにあたっても縦糸と横糸があります。まあ、学校教員を目指す上で大事なこと、その縦糸は、専門性なんですよね。まあ、例えば、はい、社会科だったら、日本史についての深い理解であるとか、あるいは地理についての深い理解、そういったところがないと、まあ、教員としては授業なんかできないわけですよね。また、生徒対応についての専門性であるとか、まあ、そういったところもですね、まあ、今まで大学で教育心理とか、教職課程とかで学ばれてきたことと思います。そういう専門性を今後も学んでいくことが、皆さんが教員として、まあ、生徒に慕われていく上ですごく大事になってくるわけですよね。ただ、その専門性という縦糸だけでいいかというと、そういうわけにはいかないわけです。そこには横糸が必要なんです。まあ、その横糸が何かというと、生徒一人一人に対する理解ですよね。まあ、例えば生徒、まあ、高校であるとか中学校で出会う生徒、あるいは小学校で出会う児童、そういった子たちには当然名前もあれば顔もあるわけですよね。だから顔と名前が一致しているということは最低必要なわけですよね。で、例えばその子一人一人についても、まあ、好きな教科であるとか嫌いな教科、苦手な教科があるわけです。また、目指している夢がはっきりしている子もいればはっきりしていない子もいるわけです。また、家庭環境もそうですよね。まあ、親御さんがどういう人なのか、またどういったところに住んでいるのか、親御さんどういう職業なのか、まあそういったことも一人一人知っておかないと、まあ生徒に対して届くお話ができたり、届く授業ができたりできなかったりするわけですよね。また一人一人の進路相談であるとか面談をする際にも、そういった一人一人に対する理解がなければ結局伝わらないということですよね。まあこういう生徒に対する理解というのを言い換えると愛情ということになります。まあ生徒への愛情という場合、愛情を持ってるか持ってないかってわからないですよね。でもその人一人一人に対する理解があるかどうか、最低限例えば何部に入っているとか、どういうことを知っているとか、そういうことを知っているか知っていないかで生徒に対する関わり方も変わってくるわけですよね。ですから教員として必要なのが、はい、教科に対する専門性であるとか、学校の教員としての専門性、それだけじゃなくて生徒一人一人に対する理解、言い換えれば愛情、この専門性と愛情という
縦糸と横糸が折り合わさった時に初めて学校教員としての大きな結果が出てきたり、あるいは生徒からも慕われる教員になれたり、また自分の、教育、教員としての活動が他の人のためになっていったり、生徒のためになったりしていくということになっていきますと。だから教職を目指している皆さんには、はい、専門性という縦糸、そして生徒一人一人に対する理解、愛情という横糸、この両方を意識していってください。みたいなお話です。まあ、なんとなくまとまった感じがしますよね。まあ、これ適当に言うと本当適当になっちゃうんですけど、縦糸と横糸といった瞬間に、なぜかすごく、あ、なんか綺麗な話っぽく見えるという技なんですよね。まあ、これが何かというと、まあ、縦糸と横糸が折り合わさって初めてこういう布ができていって、その布によって服ができますよと。だから縦糸もかけちゃいけないし、横糸もかけちゃいけないというところになってくるわけですね。で、この縦糸と横糸の話って何にでも使えるわけです。まあ、例えばですね、先日お会いした方ですと、まあ、例えばボランティアを目指している方、はい、ボランティア活動をやっている方を対象にして何か講座をやることになった人と、最近お会いすることがありました。その場合、例えばボランティアとしての専門性と、はい、ボランティアで関わる人に対する一人一人の理解という、それが縦糸と横糸ですよ、みたいなこともお話ししました。そしたら、あ、その内容いいですね、みたいに言っていただいたんですよね。こういうとっさに話すときとかもですね、何もなしで喋ると本当にしどろもどろで適当な話になっちゃうんです。でも、こういう状態において大事なのは、縦糸と横糸を組み合わせることですと。なんとかにおける縦糸はこれで、なんとかにおける横糸はこれですと。この縦糸と横糸が組み合わさったときに初めて綺麗な布、そして綺麗な布を元にして服装に、服になったり、あるいは、その織物を皆が見て、称賛をしてくれたり、そこに価値が生まれたりするわけですよね。っていう風な流れができるわけですね。まあだからこそ縦糸と横糸、この話というのは結構すぐ使えるテクニックです。で、なおかつまあ割と綺麗に収まるんですよね。だからですね、この縦糸と横糸、とっさのスピーチの際も、なんとかにおける縦糸はこれですと、なんとかにおける横糸はこれですと、縦糸と横糸が組み合わさることで初めて綺麗な美しい織物を作ることができますと。いう形でやると割と綺麗な話になるということですね。これ知ってるか知らないか。はい。知っていてですね。まあ、使わないのは全然自由なんですけれども、知らないとこういうのを、はい、使おうって発想も出てこないんですよね。だからこういったことに対するスピーチの知識とか、エッセイの書き方、ブログの書き方の、こういうテクニック知っておくと、後々役に立ちますと。どんなに伝えたい思いがあっても、テクニックがないと相手うまく伝わらないですよね。というところで、はい、ぜひあなたのスピーチやエッセイを書く際、ブログを書く際、何か文言を書く際のお役に立って、お役立ていただければと思います。まあ、こういった形の情報発信。まあ、こういった形でですね、文章の書き方、スピーチの仕方に関する、情報発信も、やっておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄からですね、メルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。あなたのお役に立てれば幸いです。それでは。